こんなんいや、伊豆やろ。え、おー、え、ま、ちょっと、じゃあアルマやボーク。アルマだろ。アルマはないやろ。僕、ネロちゃん、死んだネロちゃんに隠しろを打ってて、神様釣ってるぞ。次ラストかな。お願いします。はい、お願いします。テンテン。もう押さない。わあ。やばすぎ。わあ、なんだよ。全員左痛いでしょ。宿舎やばすぎる。もう全員左入れたんじゃない ?5 人くらい左行きましたよね、宿舎は。誰か死んでたよ。クソ詰まったのにこれ。うん。返事も5人分けだったから。え?ボタンいるんだな。じゃあ、貨物さんは人。おぉ。ああ。手で直してます。白い。おーい。貨物。ライボー、直した自覚あり。まあ俺は直してないです。ネロちゃんはどう？まあ俺は直したと思うけど、まあ任せます。あ、じゃあどっちかです。ネロどっちかが直した、うん、はい、直した自覚なし。まあそうでしょうね。うん、アップロードしに行って終わってないです。どうしよう。ボタンでもいいな。サントスさんわかんないけど、メイヤさんは結構最近死んでます。シャワーとメインの入り口ぐらいのドアの前ぐらいで死んでいて、ドア開いてました。で、私はアーカイブから発見で、アーカイブで本入れてるときに、下の方に入れてるときに、メイヤさんがタオルタスク入れてるのが見えてるんで、かなり最近死んでます、とりあえず。はい。最近か。最近だったら、はいはいはい、あるメタタクまで無理で、展望で僕が手で直してる。はい。情報、見てます、うん。情報あって、メイヤさんとサントスさんとプテでアーカイブ開きで、ゲンさんを貨物で見て、ハタさんを診察で見て終わりだから、うん、まあサントスさんもまあある程度右寄りなんじゃないかなと思ってるけどね。うん、だったらもうあるメタタク全部無理な気がする。それ信じるのね。いや、サントスさんのそのは分かんない、マジで、うんうんうん、あのアーカイブ脇なだけだから。了解する、うん、了解。一応伊豆さんも展望いました。伊豆さんかな、はい、いましたね。僕展望入ったら、アルタクが直してるの見て、その後キッチンのバーガーと。あ、そうだ、ごめん、伊豆もいたわ、うん、だから、うんうん、ある伊豆、タク、メタがそのとりあえずメインシャワーの方は無理か、うん、自分でのもあれやけど、はいはい、まあ、俺バーガータスクにずっといるから一応弁当がある、うん、最後ってこと。最後の方伊豆バーガーにいるから、うん、まあって感じかな。直近は無、まあまあ、アルタクメタは大丈夫やと思う、とりあえず。え、ガミハタはエレキっすよね。エレキの最終石油ですね。僕はその後にプテと、貨物と診察の扉のとこで会ってて、プテはゴミ捨てタスクをしてて、僕は金庫に取り掛かってるから、お互いやりづらいと思うけどできる位置だと思う。はい。ああ、僕は畑さん、あ、ゴミ抜いた後に弁当っていうのがあるってことね。うん、まあ、やりづらいとは思ってるけど、まあ、僕も同じく畑さんが弁当はある。伊豆ってその展望に入ってすぐ出てってキッチンのバーガータスクやって、終わった後に今石油キッチンが扉開けようとして開けれずに終わり。あ、ネロちゃんって出ましたっけ。見てる。基本左だけど最後ミーティング、うん、序盤、ほんまに序盤に左いるのは見てる。コックピットに入ってきてるのをすれ違ってるね。まあ宿舎下と右は開いてた、最後そこまで生きてるけど、うん、じゃあ無理そうじゃね。うん、
赤目田さんって停電直すときに展望にいたってことですか？全然僕いない。エンジンから左行ったときにそのアルマさんとかとすれ違ってると。むしろ直した後にやってるから。絶対白なのって、伊豆ある、誰だっけ？いや、俺全然容疑者入ると思うよ。メアさんの方が直近なんだったら、その人たちは無理ってことだよね。メアだけ、メアさんの方だけ。そうだね、直近って言ったら5秒以内ぐらいだと思ってください。直近の感覚。どっちにしろ無理じゃない？ペレレペレレペレレ。よいしょい。じゃあだ。ナイス。ナイス。はい。ナイス。はい。微妙やな。これ伊豆の場合はもうマジのもう直近キルになるとは思うんだよな。そんなに言うほど移動できてないんだよ。僕もそう思います。それは。シャワーのどこなんだっけ、死体が。シャワーとメインの入り口ぐらい。ああ、ぐらいか。で、メイン側なんですよね、まあ、一応。できなくはない。一応メイン側だけど、まあ、弁当でも切れんことはないぐらいですか。まあ、私がアーカイブから言ってるんで、アーカイブからの侵入はなさげ。まあ、一応最後本を上に入れてるけど、もし犯人がそこ通ったんだったら、私の方を切りそうかなって感じです。一応今回、コミは僕が直しました。ガミさんもいたけど。直せてません。はいはい。ん ?4 人の、あ、伊豆さんが解除される？これ、アルマ。できなくはないけど、かなりむずいと思ってるかな。じゃ基本無理だって。で、逆に伊豆がそこにいることによって、あるメタタクは絶対無理。絶対無理。そうだね。あるメタ、あ、タクか。はいはい。タクね。あるメタ無理。真ん中さん、はい。で、ネロちゃんも多分情報、扉情報で無理そうでしょ？まあ、宿舎下と右は空いてた。ハミプテハタ、ゲンさんセルフ。ガミさんかな、じゃあ。まあ、否定する材料はないです。浮いてます。畑さんはちょっとね、いいキルだね、やれるなら。まあ、お互いね。てか、プテがゴミ捨てしてるのに、一回僕が右まで、そうだね。右まで行って戻ってきて弁当だから。いいキルだね、だからね。相当いいキルだと思う。すれ違ったのって何秒前なの？8秒ぐらい。わかる、そのぐらい、わかる。はい、ごめんなさい、これ、原産で下に見てるんでしたっけ？レポートが光っただけでしたっけ？あ、見てます、見てます。レポートしてます。で、倒れてますよね。倒れてます、もうすでに。まあ、無理だと思うけどな、伊豆。本当にギリ間に合ったぐらいだと思うんだけどな。まあ、そう言ってくれるのは助かる。宿舎までガン出して、ドア見れて終わりぐらいしかないんだよな、時間が。全然ガミさんの浪費店にはならないけど、今日、通信室の中にガミさんがダウンロードしてたのに、コミはなったなと思った。くらい。まあ、別に、だからといって、まあまあ、全く疑いは変わんない。相方が鳴らしてる可能性もあるしね、ガミさんが。なんか、思考狂うっぽいなって思いました、今の。ちょっとだけ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。ああ、すごい。ポチモチ1票。お気持ち1票入れておきます。お気持ち1票。なんかいろんな要素を考えるとゲンさんの方に入れたい気持ちがある。一番やりやすくなっている気がする。消去法だけどね。4263カタプテンとこって LINE があるとしたらアルマ前何を知ってんのさっきから。あれ42か。こんなんいや伊豆やろ。今すごくてメインシャアのドアを僕が開けたらシャワーからメインに伊豆が入ってきて、で、シャワーの上から張ったサコと合流して、シャワーのなんかベンチのとこで死んでた。え、でも、え、シャワーで死んでるでしょ？嫌としたら俺、悠長すぎん？多分、減産視点で。どういう、わからんけど。減産視点、僕一生、タオルタスクしてるの見てくれてますよね。
タオルタスクしてるかはすいません、わかんないです。シャワーからアーカイブに走っていくのは見えたけど、方面にね。ああ、そう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 。やから、うん、14秒前に赤メタが死んだで、拓哉さんそれの段階ですね、死んでて、ネロちゃんが隠しロボクしてんで。はい。まあ、とりあえず、すれ違ってこのレポートやから、下位置に違和感ないけど、俺は光ってないし、見てないから、わかんない。うん、光ってないだったら対抗でいい、うん、マジ同じく、じゃあなんか起きるんやろ、今倒れるぐらいじゃないとそれは成り立たない、ほう、これ全く見えてないな、バイタルで対抗になる僕が、ああなるほどね、俺普通にシャワーのタオルタスクやりに行った時にゲンさんとすれ違って、でタオルタスク終わった後、タオルタスクしてる時にアーカイブシャワーから扉閉まって、でその後下って左に行ってアロマとすれ違ってやから、いやまあでも全然マットはあると思うから、まあそうなんだよね、そう、ああでも込み直した自覚がネロちゃんとあります、でもネロちゃんが直してるとも言ってるから、いやでもネロちゃん視点どう、俺の方がさめっちゃ入る感じなかった、コミサボなった時に、いやてか伊豆が開けてるドア、うん、伊豆がドア開けてくれたから俺が入ってって直して、直した瞬間にボタンって感じだったから、うん、あ、ゲンさんはいや、ガミプテってどこ、ミーティングです、カメラを見ていたのが僕です、ああ見てたわ、ガミさんがエンジン左から右、はい、マタさんがアーカイブ右から左からの証拠からまた出てきた、ごめんね、とりあえずアルハタはそんなに疑ってなくて、バイタルが何秒前に死んでねったっけ、タクヤさん、ちょっと待って、もう静かにしてください、ジンガク、ジンガク、いや待って俺、かよ、マットだと思うんだけど、アルマ視点人格格だからそうなっちゃうんだと思う、マットだったら、初手キルできるのか、いやどうだろう、ガミゲン、いやガミゲンよりとも時間かかって、ゲンハタゲン、私が白なんで、私はガミプテをしますけどね、伊豆さんマットだったら、もうガーミさん行くか、おー、マジ、いや伊豆さんマットは結構可能性高いと思います、いや14秒前にすでに死んでたなんだよね、拓哉さんって、するしかなくねとは思ったけどな、ガミさんいいと思います、え、いやなんでできたよな、あ、間違えさ終わりや、おわ、アルマナイス、え、ヒズさんもあったよ絶対、このターン切られなかったもん、並走したけどもういてぇつろつろ俺、そうなんだね。え、てか、昨日の議論で気になったんですけど、プテガミってミーティングお二人なんですよね。ん？いやいや、プテガミどこだっけってアラマさん聞いたミーティングみたいな。あ、ちゃう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 、セキュリティセボクのカメラ。ガミさんはミーティングって言って、プテさんはカメラでミーティングにいるガミさんを見てるって言うんですよ。あ、いや、エンジン左から右から確か見てない。で、別にお互い白とか出ない。全然出てないです。はい、ただ、ガミさんはエンジン左から右に行ってるんで、ガミさんはタクヤさんの方を切ってますよ。え、タクヤさん、でもシャワーだよ、したい。あれ、もう一個あったよね。うん、ね。赤メタ？赤メタね、タクメタ。サントさん？赤メタさん？うん。赤メタが、じゃあ、左側で切られてるよ。タクヤさんの方が解決してないよ。そもそもの話、そうなの？初手ニキルの容疑者を出し切りたくて、私自身がレポーターなんで、私は入ってよくて、で、プテさんもサントスさんの死にもあるし、私もアーカイブでサントスさん見てるから、メイヤさんがシャワーとメイン館で死んでおり、サントスさんが右脇のことから、まあ、プテガミゲンの中に多分、ニクロいんじゃねっていうのが、あ、いや、客観かなと思ったんだけど。ハタさんは入るよ。ハタさん入っちゃう？初手キルはハタさん入る。ハタプテは同一ですよ。入んないんじゃない？ハタさん入んのか。プテって、サントスさん貨物で見てるんだっけ？サントスさん、いや、アーカイブ脇がメイ、サントス、プテ。で、ゲンさんを。私もサントスさんを見てる。大丈夫。もうなら入るから大丈夫。プテハタ。だから、ゲンプテハタからのね。ゲンプテハタのね、3人だね。じゃあ、僕がプテはできたとしても、その、メイヤさんの方だと思うから。はいはい。いや、サントスさんの方がより厳しいと思う。俺は。なるほど。ごめん、ちょっと。これねじゃあ、ガミさんがメイヤさんやってるんじゃない、あ、ガミさんがサントスさんやってて、プテさんがメイヤさんやってるとかですかね。その場合は。え、僕、ガミさんめっちゃ釣り落ちてますよ。9人盤面から。伊豆さん釣りでチャニゴス。お、いいっすね。チャニゴシでも、ボタンあるか？
僕もないっすよ。俺あるよ。私はない。頼む。それで、まあ、ゲスってあげるしょうがないから。アクションゲー、アクションゲー、アクションゲー。しょうがないな。僕ゲンさんだと思うな、これ。なんで？わかるわかる。もう、吸ってよ、そこまで絞ってるんやったら。セーフしてそう。わかるわかる。わかったわかった、釣ってあげっから。わかったわかった。釣ってあげる、釣ってあげる。ね。黙りな。イズインポスターで草です。はい、これ検査しろやん。ですよね。ほんとね、メロちゃんと伊豆さんをミーティングに置いてって、はい、米サボが鳴ったから、宿舎エンジン通信室って言ったら、源さんが直してた。で、戻ってレポート。はい、ね、ミーティングの、俺がやりました。のボタン上。これ、畑さん、ブー悪すぎるよ。僕、源さんから白出ちゃうよ。そう、私、プテさんを今、武器庫下で見て終わってるんで、畑さんは私とプテさんを左に残した状態で、その情報を出してることになります。じゃあ、アルマや。アルマだろ。アルマはないやろ。僕ネロちゃん、死んだネロちゃんに隠しろを打っててガミソン釣ってるぞ。これハタロイズキョじゃないですか、プテさん。ハタロイズキョだったら俺はレポートする意味なんかないですよ。いや、これでイズさん釣って30秒1キルで勝てるから。俺はイズさんマットだと思ってるから釣る音なんかしないです。なんで？なんだこれ。だから俺をゲンさん、ゲンさんって絶対白なん？いや絶対白。もう疑わない俺はゲンさんのこと。そうなんだ。伊豆がそもそも狼あるんじゃない？いや、うん、もう普通にそれはある。マットっぽい、それはあるな。マットぶってる狼はある。まあ、それそれだな。さっきハタサコと並走してたんだよね。そうそう。ハタサコ自身がそれ言ってるんだよな、ね、でも。僕ハタさんだけは白だと思ってるよ。だからねマットだと思ったんだけど。じゃあそれだ、アルマロー疑うぐらいだったら伊豆さんマットで負けた方がマシだ俺、うんうん、ちなみにタスクは終わるの？無理。いや無理です。無理無理。ゲンさんからプテちゃんに白出るんだったらもうそれしかないや。もう一回はレポート1お願いします。畑さんボタンの上です。ミーティングのですよね。じゃあ絶対プテさんは大丈夫ですこのターン。ゲンさんに白打って畑さんが僕と戦うの意味わかんなすぎるからね。おっしゃる通りですね。アルマさんはもう追えないよこれは。はい、これを釣りましょうって。アタサコインポスターイズマットだったらもっとやりようあるんで、これはイズさんや。うん、なんならもう1キル狙いに行けるもんな。ハタロイズ強だったら。そうね、そうそう、俺がレポート しないで扉閉めればいいんだから。やめろイズさんのその白子いのは。何が俺本当はやめろと思ってるんだろう。残念でした。ご審査はどうですかイズさん。え、アルマですけど。本当は苦しいんだろう。うますぎるなこの身。苦しいよ。うますぎるぜ。あ、よかった。あ、めやさん。普通に普通に終わったよかった。いい。もうめっちゃ落ちんじゃったな。すごいびっくりした。めっちゃ落っちゃった。びっくりした。一生釣られへんかったな。なんか知らんけど。絶対白置きされてると思ったから、こっちにヘイト向いてきた瞬間びっくりしたもん。俺だってびっくりしたもん。確かに。ラストインポスターで。白取れてなかったらワンチャンあったのか。うん、そうだね。ハタンなんか釣られてたか。よし。